はい。はい、はい。い。あ、こんばんは、セロテープです。第99回四季の細道、なんとすでに始まっております。第1試合は 1P 側がトッキーさんの DJ、 2P 側が友田さんのチュンリーですね。さあいよいよ99回となってまいりましたが、さあ DJ めくってチュンリーが難を逃れて、さあめくに入らず投げて、最後は中足が入っている。さあお互い 1-1 ですね。さあ扉通る、めくりはガード、スライディング対空、さあ投げ返して、投げ返す、下段からめくりはガード、投げている、勝ったのはトッキーさん。今夜もスト2X ご覧の皆様、お元気でしょうか。さあ川島です。そしてさあセロテープです。さあと言っているうちに17秒ではいほいはいと。さあ本日は第99回というさあプレイヤーは、トッキーさんの DJ と、そうですね、今一人友田さんの中に倒してますね。歌舞伎くんのフェイロンですか。さあ歌舞伎のフェイロンが1本取って、さあトッキーさんの DJ 取り返して、ちょっとキャラ相性的にはやっぱり DJ なとこあるので、フェイロンはあれですね、落ち着かれないうちにかき回して体力取りたい感じ。さあ燃やして、さあ上からいく、さあ1回こけるとやばいのが DJ、 さあ神経を使っていく、お、いいジャック、はい、ジャックいい暴れですよ。中段からレックで逃げるのうまいですね。逃げまくったがスライディングに追いつかれる。レックで行ったり来たりする。さあ冷静にスライディングでトッキーさんが勝利。さあそして2人目はなんと我らがセロテープ。さあ1キャラ目は何でしょうか。ホンダ、なんとセロホンダ。さあ今までこんな聞いたこともないホンダ見たことないですね。さあ連打しているが、さあエアスラックダウン、さあ玉よけがどうなのかな。さあクラウさあ飛びが遅いので玉よけ難しいです。さあ張り手でガリガリッといって、さあこう球を見て、さあ適当に飛んでいる。スライディング飛ばすめくりから、さあ中盤からそばっと、さあ最後一発入ってなかったみたいですけどね。さあロスコイ、さあロスコイはほぼ意味ないです。さあじりじり、さあ中足はガードしてロスコイ、さあスライディング入って、さあ意味のないロス行為を繰り返してお、中足にたまたま刺さりましたね。飛んでみたが、おお振り向き鬼無双、なんということを。さあしかし喜んでいるのは DJ でしたね。シャカ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 。さあなんか来週の、深谷の対戦会にセロさんがホンダで参加するらしい。さあ続いてはさあ大地さんバルログ、さあバルログ DJ、 さあもっぱら DJ がちょっと有利だと言われてますね。しかしここは大地さんがわからん殺しで殺していく。さあ DJ 側、まあなんとか我慢して、厳しいか。さあ、そうですね、空にいるバルログは落とすチャンスが結構あります DJ。 さあコアテラー3回当たって、あ、コア投げ。さあトッキーさんが、12歌舞伎くんとセロテープさん倒して2勝ですね、トッキーさん。さあ続いてはエクスパーさんの龍大、大地さんのバルログ。さあ龍バルログは結構いい勝負になるはずです。さあ先日行われました、後藤さん対 ARG さんの戦い、見てる方もいらっしゃるかと思いますが、さあなんと後藤さんの龍が ARG さんを圧殺しましたね。マジ俺まだ見てないからネタバレ勘弁なんだけど、ごめんなさい。いやーでもホアンですね。いやー強かったですよ後藤さん。やっぱり強いキャラがいる地方はそのキャラの対策も進んでますよね。そうですね、まあ、しかしとはいってもバルログ圧倒的キャラ差が、そこをなんとか覆してくる。さあ2本目リードは大地さんのバルログ、だいぶリードしている。さすがにこの体力差はエクスパーさんきついな。いや無限に持っていこうとしている。さあ中腰からシンク、さあ最後投げる。さあ大逆転、エクスパ龍が勝利。続いて川島さんですね。さあ 1P 側エクスパー龍に対して乱入したのが川島ザンギ、開幕飛びからスクリュー。さあおとなしくガードしてしまうとスクリューが出てしまうかもしれない。さあ最近エクスパーが取り入れている俗にいる長州キックからの投げと昇龍卓を迫っていくスタイル。この同じオレンジ色の龍で昔長野勢の竹川君という方がやっていたスタイルですね。かなりヤバいスタイル、死ぬか殺すかみたいな。さあ打ったシンクリバーサルだったが読んでいてダブラリが出ている。1ラウンド目取ったのは川島。バニシンがちょっとタイミングがずれた。ファイヤーで燃やしてここまではエクスパーペース。さあダブラリ当たってネックにヒットから2ヒット刻んだが勝利打っている。コツ外野手に竜巻まで漏れているが着地昇龍、真空削って。さあ今のダブラリミスは痛い、一発圏内。さあ新しいスタイルがつかまれてすかして外野手、さあ高めボディからのボディ、勝ったのは川島。連勝中の川島に入ったのがデンさんのベガですね。大足から壊して立ち小大足、さあバックジャンプで仕切り直して反対側に逃げる。さあダブルに当たる。さあハメはミスるが壁からは出ていない。さあボディボディ、上の方向いた技が少ないのでベガはちょっと上からボディをかぶされると具合が悪い。ああなる前に仕留めるか、無理やり内臓面を溜めておかないと食べ足が地獄ですね。さあまたこのためを作るか作らないかも難しい。カニも結構強いんですがカニスタイルは前に踏み込むのでためが作れない。さあ大足、おっと今バニッシュにミスった。ダブルに当たって高めからスクリュー。さあ 1P 側入ったのが S 流、はい、S 流の S 流の S はスーの S。 さあ逃げ台系、あの行動が S 剣 S 流は強いですね。中足波動つなっている。さあ飛ぶ飛ぶ、中足外足はあまり空振ると具合が悪いので中足多めのスタイルですね。さあ長龍着地気味だったが当たっている。中足が機能する。 X 流拳に比べて S 流拳の中足はかなり強いのでばらまくだけでもなかなか先がきつい。一応対応策としてミドルがありますね。昇龍拳台で打っている。川新も中足に気づいてミドルも使ってるんですが、まあ相調整がいい感じなのか。ガードしてダイナマイトパンチ。さあ川島がダブラリに、おっと1回投げて足も使い始めた。さああの靴を履いてない足が、さあ竜巻打っている。さあちょっと早かった。さあ川島苦しいながらも1ラウンド取る。さあダブラリ、さあチャンスあるか。もんで昇龍、さあ中間前しゃがみくらいからスクリュー、竜巻暴れ。さあギャラリーから「あーやばいあーやばい」との声が。大足踏み込んだ、札パワー避けて。さあどうする、飛びが通ってしまう。ここ一番で出なかった。勝ったのは川渋ザンギ。さあ続いて最近お気に入りのうね S バイソン。さあうねバイソン S バイソン結構楽しそうなんですが、ザンギ戦だけは楽しくなさそう。さあこれ何すればいいのといった感じ。楽しくダブラリで回ってるザンギにすることがない。まずねターンパンチをやめてダブラリに対して踏み込んで台足打つぐらいしか。さあダッシュストレートは地獄。さあグランドストレートがないのでダブラリで気持ちよく回っているところに刺す技がほとんどない。さあやりたい放題。残念だった。じゃあうねさんせっかくなんでマイクの方をこちらで活躍していただけると。こんばんは、うねガエルです。ザンギエースバイソンは91だと思いますさあ91のカードの後は破天荒さんですね。あ、龍はもういい勝負ですね。これはなんか今度また小物道やるカードらしいですね。はい、すみません、なんか聞いた話なんですけど。そうなんですか。いや、次って次回ではないんですけれども予定されてるカードで。はい。その誰の？川又さんがこの間鈴木さんに一応勝ち越して。そうですね。でもなんか何かの席で結局どっちが強いんだろうみたいな話して、川又さんはそれでもやっぱザンギじゃないみたいなこと言ったらは。はい、それに対して想像さんが「おいおい」と「想像さんがおいおい何言ってんだ」と「甘いな」と「龍のが強えぞ」みたいな話をして「はい、じゃあやる？やっちゃう？」みたいな話が。想像さんの竜と川又さんとザンギ。いやだからお互いだからやっぱり強いと主張してる方を使わないと意味がないんで。はあ、これは面白いですね。そうですね。これもしかしてシークレットだったらまずいんですけど、俺いや後でちょっと普通に公開されてた気がするんだけど、後でお呼び出し食らったらちょっともっとすごい。というわけでザンギ有利みたいな情報をフライングゲットして大丈夫ですかね。いやでもなんか上級者同士のサブキャラで10先ってのはめっちゃ新しくないですか。すごいな、絶対ないですよ。10先のイベントって言ったらやっぱりみんなメインとメインなんですけど、サブとサブっていうのはなかなか面白いです。なかなかないんで。でもなんかその想像さんの竜もめちゃめちゃ強いという話を聞いたのと、はい、川田さんとザンギは残念ながら僕知らないんですけれども、はい、結局そのあれだけザンギ戦が上手だった川田さんがザンギ使って竜にどんな立ち回りするかっていうのはちょっと気になる。もしもみたいな。そうそう、竜の嫌がる行動ってどんなんだろうみたいな。なるほど。竜から見たザンギが一番嫌なんだ。でもなんか川又さんの竜ってすごいザンギみたいな立ち回り方しますよね。マジですか。え、なんかもう飛ばないで、ああなるほど、相足を差し込むって感じで、なるほどなるほど、かなりフィーリングがあるんじゃないでしょうか。ああ見てみたいですね。ですね。もちろん黒パンツでやるんですかね、やっぱり。さあ画面でも竜ザンギ、あ、また竜ザンギですね。友田さんの竜と、はい、違うわ、川渋さん、川ままで行ってましたよね。川って頭につく人が多いんですよ、疎通って。川村さん、川又さん、川渋さん、いっぱいいますね。さてさあ、中足、あれがムカつくんですよ。中足竜巻は当たりますね。当たります。あれしょうがない、よく当たるやつです。さあこっからザンギはこかしたい。あーっと暴れているこのリバサ竜巻がこのムカつくといったらね、竜巻はかなりいい行動なんですよね。投げ無敵になるのと何か食らっても空中くらいなので安いっていうのがかなり暴れにいい行動ですよね。半端ない暴れですよね。なんかそのチュンリーと戦ってる時も戦列たまったらちょっと竜巻多めにすると食らってもなんか空中くらいで超安いっていう。あ、そうなんですね。さあ昇龍に今ローリングしましたね。さあおっとダブラリミス。さあ読み合いが錯綜している。鎖骨。さあこれはおっと熱いぞ。一発圏内。ああ竜巻一発圏内から、ああ逃げられない。ああ真空投げちゃった固くいった。真空投げ、これが強い。さあ今のはね、なかなか、いやこれ本当に強いんです。この土壇場の真空波動拳がやっぱり本当にねきついんですよね。6ドット減るんでしたっけ、真空波動って。しかもなんかどっか少し多めに減るんですよね。やばいっすよね。試合は、乱入したのが歌舞伎くんのライノですね。あの状態でザンギ竜でザンギ側って実は結構待つのが面倒くさくて、波動拳ダブラリで避け続けるのがどっかで失敗すると、垂直で避けるのと違って食らうと結局そのリードがなくなっちゃうので、さあとか言ってるうちに見てからクレイジー。はい、歌舞伎くんです。歌舞伎くん、あんまりいない緑色のバイソン。はい、その数少ない使い手の一人です。そうですね、使ってるの A4 さんぐらいですかね。 A4 さん、 A4 さん何使っても緑色なんですよ。そうですね、はい、確かに緑好きらしいです。さあこのバイソン攻めが止まらない。合わせて竜巻まで垂直。あ、やばい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 、やったやっちゃったか。前田垂直だったか。あさあ続きまして、セロテープさんのザンギエフは N ザンギエフ。さあまあザンギバイソンはかなりね面白いカードなんですが、空中ザンギ前に進めない、これはきつい。大パン如意棒とグランドがきつすぎ、いやこのグランド本当に強い。 S バイソンにも欲しいですね。あっハメ、これはハメちょっと遠かったが、台足でこかしてバッファローで暴れからのさあ中央に戻されてしまった。グランド刺さる、果敢に足を攻めまくるバイソンですが、体力があっという間にもうないですね。さあこっからいけるか、あー完全にこれは分からなくなって、勝ったのは歌舞伎くんのバイソン。ターンパンチがうまい、すごい。真似しないけど、そう俺僕もああいうねターンパンチの出し方したいんですけどね、なかなかまだ初心者なもんでバイソン難しいんですよ。なんかダメージ勝ちをすればいいっていうね、あーなるほど、やっぱ踏ん切りにつけないとやっぱなかなかターンパンチ打たないですよね。なんかせっかく食べたターンパンチ大事に使いたい気持ちも分かります。そうですね。てかまあ大事に貯めれば貯まるほど強くなりますからね。確かに。それは持つよ。貯金箱がいっぱいになる楽しみみたいなのもありますからね。ありますね。はい。もうこの前 S バイソンやった時に、はい、僕両方貯めたんですよ。はい。したら面白い。楽しい。6打った後にファイナル。最高です。相手はその間何やってたんですか。いやでも相手も食べてたんです。同じことでした。我慢比べ。なるほど、一つは我慢ですからね。我慢です。めくりからコンボが入ってる、これが繋がらなかったが、さあ画面端いけるのか DJ、 球を見てる、いやー大きいパンに当たってしまう。はい、最強の肘ですね、これね。最強の肘です。全部潰すんじゃないですかっていうぐらい。あれ一方勝ちする技あるんですかね。ですね、サンダーホークの遠距離タッチコパンとか勝ちますよ。あ、そうなんですか。はい、一応ですけど、一応はい狙うの難しそうですね。そうですね、でもなんかもうホーク使いちょっとおかしいのでやってきますね。さあこれ、いやバッファロー、バッファローからの如意棒如意棒強すぎる。確かに。勝ったのは歌舞伎くんのバイソン。これで何連勝目 3。 さあ続きまして、これは珍しい大地さんのバルログ、久しぶりの大会参加じゃないですかね、これ。さあバイソンバルログわかんないな。これなんか、はい、なんか調子に乗った方の勝ちっていう話を聞いたことがあります。調子に乗った方の勝ち。そう。もうアイフ今バルログ調子乗ってます。ああ。調子こいてます。はいはい。さあ。でも結構ヒョウバルタイムになると本当に抜けれないですよね、バイソン。ですね。なんか大ヘッドで遠くに逃げるぐらいですかね。でもなんかその後が続かないので。なんかヘイでよく見るのは、はい、そう大ヘッドでかわした後にいい間合いになった時にそうパパンで。戻すみたいなね。さあこれバイソンが調子乗る時間、おっと乗り損ねた。さあ出してのこっから如意棒、大きい如意棒、ここまで結構如意棒フィニッシュ続いてますね。ジャンプしようとしたところに上に棒があって突っかえる感じ。はい、おっとヘッド、なんかおっとこっから投げる、いやーいい間合いだったが、そうですね、しゃがみくらいして無理やりヘッド出しましたね。そうですね、ヘッド当たるんだなあそこ。さあ意地の張り合い、お互いリバーサ出しちゃうよ合戦。バルログは落とされても前に飛んでいくと、そして2人ともガードされても、はい、リバーサを出していく意地の攻め合いですね、これはね。いいですね、いいですね。さあこれおいしい、おいしすぎる。手を掴んで今バイト調子乗ってます。あんなところに如意棒が頭の上っすよあ、これはハマったか。大ハマりだ。大ハマり、大ハマり。さあ如意棒もしっかりガード。これはひょうまるもう食らえないですよ。さあいいエコパが、さあ画面端追い込まれた。あと如意棒だー、削り損ねましたね。削り損ねて勝ったのは大地さんのバイソンじゃなくてバンログですね。まあ同じちょっとバ行なんでちょっと海外名バイソンなんですけどね。海外だよ。あ、海外名、海外名ベガ。あ、ベガ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 。バイソンは将軍だった。さあエクスパー流。はい。ここまで、歌舞伎くんがかなり練習を重ねていましたが、それを止めたのは大地さんの、バンログといった感じで。ですね。これ何週目ですか。2週目ですか。もう2週目ですね。2週目ですね。いろんな人が2週目です。私すでに2回戦っております。はい。さあ、フレさんまだですよね。まだ。まだです。さあ、シンク当たる。得意のムーブ。これが長州。さっきこれが良かった。そうですね。これ。さっきの S 流ね。そうっす。ね、時もね、あれが良かったんですけど。そう。中央すごいムーブ。中腰から勝利ぶち当てましたよ。さあ竜巻の応酬だ。勝利を当てて珍しいですね最近エクスパーさんは割としゃがみ大パンで割り切るところが多いんですが、さすがにバルログのヒョウはおっと真空ドンピシャリ。さあかなり気持ちいいムーブ。いいですね。真空もしっかり2ラウンド連続ぶち当てて勝ちをもぎ取っていくエクスパー選手。流線が足りないさあデンさん、デンさんの、はい、バイソン毒種剣ですね。あれね、グローブに毒が染み込んでるよ。確かに普通は赤いんですが、あの色はやばい。そうですね、あれ多分何発か食らうと肉が腐りますバキじゃないんだけどさ、やばいよ。いやいや本当に本当に痩せ細ります。やばい、毒状態じゃないですか。スト5要素。彼女とチューしないと治りません。そこです。さあ龍に試合して。ああすげえ減った。あれが毒です。ハンマバキ復活。復活なるのか。砂糖水いっぱい飲まないといけないですね、これね。この段階だとバキポジションはエクスパートするんですからね。そうですねここから復活なるか。小末が泣いている。これを飲むといい。さあバックだ昇竜当たる。竜巻で逃げて。さあこの来大祭の舞台、はい、さあいい当たり方だったけどシンク使い切った。すげえ当て方。どうなんの。どー空中で。いやヘッドは昇龍に勝つっていうのは結構ね、ヘッドの無敵時間長えからみたいな話あるんですが、いやー今のはかっこいいですね。ちょうどステージの真ん中で。そうですね、やばいですね。見せますね。高く拳を突き上げた龍。はい、しかしダメージがもうない。毒が裏返らない。なぜか当たるぞこの真空。ここから大逆転なるのか。なるのか。どこで長州がダーッとお返しとばかりにクレイジー。なんだか体が軽いやとはならなかったようですね。ならなかった。ちょっと体が重かったか。重かった。まだ毒が裏返らなかった。もうちょいで。もうちょい時間欲しかった。いや小杖がいなかった。小杖が欲しかった。お。ここで現れたのは、はい。ガイアみたいな。インドで悟りを開いたガイアみたいなどちらかというとなんかあれですけどね、チン海王みたいなチン海王146歳的なそっちの方が近いですよ、思えば。さあシャオリーできないか。シャオリーできない。まあ飛んでる時とかはだいぶシャオリーしてますけどね。かなりシャオリーしてるんですけどね。やっぱりね、戦いのカタルシスには力みが必要みたいな。そうですバイソンに分からされてる感じさあこれきついんだ。のびーるパンチで、さあグラウンドぶち当ててニョイボーフィニッシュゴムゴムの実を使ってもダメだった。さあうね君です。はい、なんか来週は100回記念とかで試合を録画して DVD で配布するような話になっているので、多分こんな雑な実況はできないと思うので、今週のうちに雑な実況を、来週はちょっとそうですね、来週は多分山本さんが来てくれてもっとちゃんとした実況してくれると思うんですけど、今週はかなり自由に。さあウネガイル対レンバイソン、スターマーで切って投げていく、このスタイル。さあ掴まれて、球振ってしまう。1ドット、いや0ドット、クレイジ使っていく、ダブルで削る。さあウネガエルから頑張ります宣言、開幕アッパーゴチって、ダンパと下段の使い分け、さあかなりやばい状況。はい、食らった方がはいいと。さあ3ラウンドトニック当ててよいこう、掴んで、さあどうする、さあまで切っていく、おっと謎ムーブ、削って削る。ボックスがね、ボックスを斜めに、ボクシングが蹴り技がないと思っていた頃が、はい、ああそっかーってねなりましたね。ボクシングって蹴るスポーツ、キックがあったんだみたいな、すごい勢いで第一蹴ってきますからね、このボクシングは。はい、まあね、スト2もね、バイソンが蹴ってるようなところないんで、正当なボクサーないといえばないですかねあれボクサーって続きしませんでしたっけあ、いやでも亀田兄弟とかやってる気がするので、やってましたよね、亀田兄弟とか。はいでもあれ確かボクシングで反則が5秒以内なら OK、 あれ5秒以内、はい確か5秒って長いっすよ、長いっすね、一つだと結構長いっすよ、5カウントやばいっすなさあなあ、この雑なことを言ってるうちに破天荒さんの命が、だーこれ信じられませんね、やっぱりこれ本当に抜け出せないんです、これやっぱり。あ、単独2位デンさん、現在単独2位です。このまま決勝戦を迎えることができるのでしょうか。さてここでカーシムさんの DJ、さあこれはいいカード、いいカードですね。さあ肘と拳がぶつかり合って、確かに肘と拳が、しかし拳が強い、あれ球ですよ、もはや球、超近距離の飛び道具みたいな、いいジャック。さあこれは美味しくない、スラッ削りに使っていった、使い切りましたね今のね、減りましたね、そうですね、きっちり削れましたね、ちょうどぴったりだったんじゃないでしょうか。デバッファロー、さあジャックいいとこで打っていく、やばい、ピヨってピヨリからのアイアイアイ、さあ十分といったところ、これはきつい投げかと、あの前の DJ 本当に強い。続きまして友澤さんのあ、ここからはカーシムさんが死ぬまでか。さあ参りましょう。友座さんのチュンリー。さあチュンリー DJ はわからないな。お互いためキャラですが、この画面端のきつさはチュンリーも変わらないといったところか。しかし止まって、お互い画面端きつそうですね。さあ今度は DJ が画面端単成だ。あー飛ばれて長ーめくり、グラフィックと比例してないこれ。さあまずは川島さんが1本取った形、球の打ち合いだ。さあどっちが飛ぶんだ、どっちが飛んでくるのか。飛ばない、飛ばない。さあ足が当たって、さあこれ上を飛んだ方がいいのか悪いのか。さあ飛んだのはチュンリー、そして投げまでついて超ダメージリールを取った形だが、さあ時間が40秒回ろうとしたところに投げられて、さあチュンリー硬い、足が当たって肘も当たってダメージリードされたけど投げられて、やばいやばいやばい、これはきついぞ。さあ時間がない、残り10秒、どっちが行くのか。あいやーチュンリーの足が当たってしまった。さあこれは激アツの展開。球が当たってうばーっといっていくが、さあ飛んでいく、痛い、投げたけど投げて、さあダメージやばい、これは痛すぎる。ジャックで避けるもの中足、勝ったのは友田さんのチュンリー。さあここまでですね。あ、カーシムさんのジャンギが1位ですね。2位がデンサイのバイソン。あ、なるほど。じゃあこのまま決勝戦ですかね。さあこれあれじゃないですか。さあここまで、熾烈な連勝争いが続いてまいりましたが、いよいよ本日もやってまいりました。メインイベント、メインイベントは四季の細道ですけど、メインイベントのまあもうファイナルですね。ファイナル。さあこれちょうどあれじゃないですか。はい、僕がザンギでうねさんがバイソンなんで、あちょうど実況解説にぴったり。なるほど。さあ開幕飛んでいったが暗い投げからのこの前やばくね。やばいっす。しゃがみくらいしたんですけどね今ね。川島がまっすぐ行きました。さあおっと今しゃがみくらいだったんで中盤ストレートまで入っていたのがザンギ死んでいた。さあ固めて揺らされてダウンと最初のラウンド取っていったのはデンさんのバイソン。はい、さあこのままいい感じの流れを掴んでいきたいところ。相打ちザンギも楽しそうですね。すごい練習しよっかな。あ楽しいですよ。楽しいですか。おわおわされて死ぬと、さあいってる間にさあしゃがみくらいしてもお構いなし。はい、バイソンが本当にしゃがみくらいして不利な卓を選ぶしかないんですが、はい、わざとくらいからスクリュー来たところにヘッド出すみたいな。そうですね、はい、これはかなりお互い溶かされて溶かして、さあ2回刻んでスクリュー、いかついやつかと思ったらバッファローヘッドから落として、おっとダブルで回っていたが、さあバックジャンプでパンチからの相打ち OK。 さあ1試合目勝ったのはデンバイソン。はい、さあ初戦突っ張っていったのは、デンさんのバイソン。これで、1-0 ですね。続けまして第2試合。さあこの第1ラウンドを踏まえた上でお互いどう立ち回っていくのか。さあ空中戦だ。飛んだ方が強いのか。あーっと使って溶かされて溶かされて溶かされて、どっちがどっちを溶かしてないかわからないですがさあ殴り合いいやいや、本当にゲームスピードがね速すぎるんですよね。そうですね、本当スト5ぐらいのおっさだったらねいいんですけど、さあね、はい、なんかいろいろありましたが言ってる、気負っている、言いたいことを忘れてしまって、なんかいろいろありましたがいろいろありましたね。いろいろありました。今年もいろいろありましたが、はい、よろしくお願いします。来年も。来年もよろしくお願いします。さあ、忘年会シーズン。良いお年を。左足が。良いお年を。さあ、端まで追い詰めたが体力がない。コパンで止めて。ないけど。止めて。大足伸ばして、さあ、ここ最後読み合いでガードした。生き残ってる。すごいですね。プレッシャーかけて体力あるうちに、ギリギリ壁まで持っていって、最後だけガード。はい。このメンタル面ですね。ちょっと自分さっきバイソンに負けたんで、はい、見習いたいですね見習い、はい。さあ大足うますぎる、溶かしている、スクリュー逆だがまだプレッシャーかかっていく。さピリピリしている、この前飛んでるおっとスカシブレーンバスターが決まって、はい、川島が1本取り返す。今のはかなり長期戦を見越した立ち回り、長期戦を見越した立ち回りなんですか。そうですね、今のは。あ、そうなんですか。スクリューだとこう気持ちが切り替えられるんですけど、はい、ブレーンバスターみたいな、なるほど、どっかに引っかかりが残るんですね。画面上じゃなくて相手を揺さぶりにかけてる、ね、精神、長期戦なんで。なるほど、はい、しかしこれで1-1ですね、はい、さあ先ほどのブレーンバスターが効いている、しっかり。さあ当たれなかったが、こっからあるのか、バイソンあるのかな。スパコンを貯めてのっていうですね、ところですが、ザンギが近くにいすぎる。さあ溜まったぞ、さあ無理やり貯めて、はい、さあこの前どうすんねんっていう話ですが、最後は膝で飛んでいる、はい。さあ1本取ったのはカーシムさんのザンギエ、グランドからの痛いやつもらって、あっという間にこのダメージ差。さあ使ってひたすら足を攻めまくる、やばいやつ、無理やりラブラリー。さあ振り向きクレイジーで削り切る、振り向きクレイジー強いっすね。しかもなんとドット見てましたね、今ガードされても、あ、体力残ると結構やばいやつですね。画面の端まで自分で持ってっちゃってからスクリューで座れるという、確かにしっかりダメージ管理もされていたと。そうですね。さあ飛んではグランド、飛んではグランド、これです。バタフライ的な蝶のように前8のに刺すといったやつですね、はい。バックジャンプ、バックジャンプから足元殴ってまたバックジャンプ、はい、うざいですね。さあ近距離戦だ、空中こかしてこかして、どうする、どう、最後はなんかスクリュー、キャンセルスクリューですね、空振りキャンセルスクリュー的なやつが、空振りキャンセルスクリュー、はい、ちょっとだから2回出せるですね、やつですね、はい、ちょっと早めに出しといて吸い直すみたいな、吸い直し、はい、まるで電化製品のような、あ、確かに強靭さ、ダイソン的な、バイソン吸引力、バイソンそれはダイソンですよ、はい、バイソンをダイソンさあいろいろありましたが、99回目ですいやちょっとね、3桁をね目前にしちゃうとね、ちょっとテンションが上がっちゃいますね。もうここまで来たかみたいな。僕が初めて四季の染めに参加した時なんて、はい、何回だろう、まだ全然行ってなかったと思うんですよね、2年前なんで。一応毎回ホワイトボードに参加者の名前書いたりして、はい、写真撮ってるんで調べれば多分分かるんですが、ちょっと管理がそこまでできない。優勝者の名前とかなら割とすぐ分かるんですが、ああなるほど、はい。まあ、100回に備えて1週間あるんで、ちょっと軽くデータを出せる限り出してみたいとは思ってます。あ、なるほど。はい、さあお互い一本一本取った形で、そうですね。でも試合自体は 2-1 で今川島がリードしているんで、このラウンド取ってしまうと、はい、川島勝利。なるほど。川島さんが2ですね。デンさんが1。さあリング際、さあ制空権をぶつけ合っているが、アイソンはもうどこでも射程範囲内。おっと、重ねがちょっと早かったか。さあグランド刺さって、これで 2-2 ですね。はい、さあ試合はもつれにもつれまくって、これで 2-2。 勝つのはどっちだ。レディーファイト。あまあ一応これも e スポーツみたいなもん。確かに e スポーツ的にちょっとね、やっぱ20年続かないとスポーツ要素出てこないから、ザンギがラインを上げていく。はい、最大のだけ。さあ上から来てダブラリで返す。壁端まで運んで、あそこはいけないんですか。いや、いけそうだったらクレイジーだけあるので、そこだけですね、やっぱり。さあ、やばいやつ、バックジャンプで引いて、こうなると、はい、さあ、先にリーチをかけたのはデンバイソン、今、端持ってって、どこでスクリュー行くか的なとこだったんですが、はい、ちょっとクレイジー警戒しましたね。そうですね、まっすぐいった、しかし、アン、飛び、高め、やばい連携だ、これ。大ハマり。さあここで終わりまでヘッドが入る。おっと、とりあえず広い方へ。はい、ヒットアンドアウェイなんでね。はい、クレバーな選択。デンさんのジャイアン見てるか。はいさあデカめの短パぶち当てた。あそこで当てたが体力が少ない。さあもうコパンも食らいたくない。はい、相打ちは食らえないですね。さあ短パ多め、足元。さあもうさすがに食らえなかった。しかしこのコパンの壁、川島さん連射が早いので、早いですね。あれ実は結構サボってるとグラウンドとか突き抜けてくるんですよね。あ、そうなんですね。さあスクリュー、やばいやつ食らって、川島今日はローからの下段多めですね。はい、とりあえず端まで運んでしまおうと。なるほど。しかし一気に画面端まで運ばれてしまった。さあここまで止めてないし、カイちゃんいったがダーン。高めからスクリューで勝ったのは川島残業、おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、川島も若干苦笑い気味ですが、はい、しかしあそこでね、しっかり飛びを決めて、はい、最後は気持ちよく決めましたね。では川島さん99回目の優勝結構してますが、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。川島さん来てくれることも多いのと、あと使えるキャラが結構多いのでね、はい、優勝回数もなかなか多いんですが、そうですね。お、今日はなんかクリリンのシャツを違った。じゃあちょっと軽くコメントと、そうね、来週も来ていただけるそうなんで、はい、どうもこんばんは、川島です。おめでとうございます。バイソン戦はね、ザンギがちょっと有利と言われてますがザンギ側からするとかなりきつい組み合わせでもあると思います。まあ、捕まえるまでが面倒くさいですよね。簡単ではないですね。コパンの場合も実は自分ちょっとよく分かってないんですけど、まあ、画面半分までいかなくても 6分目ぐらいですかで、コパンがビュンビュンブルブルやってるとオアが結構ねペシッと返せる間合いになると。だその前にさせないようにね、バイソンはうまくこういなしながらね、うん、どっちが難しいっすか。多分バイソンの方が難しいんでしょうけど、ああそうですね、一回転んだ後の逃げ方も難しいし、そうですね。ザンギはでもリードしてもずっとガードしてるわけにいかないじゃないですか。結構速いペースで削られますよね。結構プレッシャーかけつつ、はい、でかいのを食らわないようにっていうね、リードしてもそんな感じになるんで、そうですね。なんか決して楽ではないと思うんですけど、まあ本当に打撃系とその組み技系の格闘技の試合じゃないですけど、近寄らせないのと転んだらやばいのみたいな感じでやってますよね。さすがにね、転んだらちょっとバイソンやばいのはありますけど、はい、今日割とあれですね、なんか素直にはめに行くところと刻むところがかなり、ね、うん、ちょっと散らしてしゃがみくらいしてるけどまっすぐ吸いに行ったり、はいはい、あとは単発で、ね、上でちょっと高めガードさせてから直接スクリューとか、はい、あれ結構返しづらいんでためキャラ的にはですね、なのでちょっとやってみましたけど、まあでもクレイジーたまると若干慎重にみたいな、さすがにさすがにクレイジーで割られるのだけは、あ、まあでも空中くらいならねいいんですけど、ザンギ側としてはそれで済むなら確かに、うん、まあそんな感じです。はい、適当なザンギですいませんありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまあですね、いやー、適当な感じとおっしゃっておりますが、全然適当じゃないですよね。いやいや、かなり本当にテクニカルすぎて、本当にね、要所要所になんかいいところが光ってた感じですね。はい、しかし99回目、そうですね、本日多分数え間違ってなければ次回が100回目。お、そう、100回、ちょっとねこれね、さすがに間違えることは、いやでもね、アボリジニなんで数え、やっぱ1にたくさんからそうですね、はい、そういうところから来てる人間なのでなるほどなるほど、はい、ちょっとね100ともなると、まあ半信半疑ではありますが、はい、まあね、とにかくまあ推定、多分ちょっと僕計算能力がナランチャ並みなのでナランチャ並み、ナランチャ並みなんでちょっと掛け算とかも苦手なんですけど今頑張って覚えてるところなので、なるほど、はい、しかしね、本当ゼロテープさんは本当、はい、最初の時からね、ひたすら今日は何回、今日は何回って言ってましたっけ？言ってたんじゃないですか。言うように一応して、途中からなんか言った方がいいかなっつって何回か間違えたらしいんですけど、あ、そうなんですか。はい、まあでももうなんかね、2年強やってるらしいので、2年強、はい、で深谷さんがこの度、はい、この翌々日に、はい、対戦会1周年記念らしいので、ちょっとなんか、あ、翌々日、そうですね、金曜日、来週の金曜が、式の100回で、18日ですね、その2日後が、そうですね、深谷対戦会の100回、あ、1周年記念、なるほど、なんかかなり、篠さん、気合入ってるんで、ちょっとそれはもう、そうですよ、だってもう、はい、撮影会あるじゃないですか、それ、まあ、そうっす、いやいや、まあ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 、豪華ゲストも来ると。はい、深谷撮影会もね、いやでもなんか今回かなり気合い入れてて、告知イラストを吉原先生に描いていただいたり、かっこいいホンダのイラスト、そうですよ、はい、描いたんだと思いましたもんね。すごい、あんなことしたんだって、なんか結構やっぱりその格ゲー全体にすごい協力的ですよね。そうですね、積極的にね、本当寄稿していただいてありがたい限り、 XS のイラストとか確か描いていただいたり、そうですね、さあといった感じでね、はい、なのでちょっと来週も年末に向けて、はい、世間はね、ハロウィンが終わると次クリスマスまで特にイベントがなかったりするんですが、あー、いやいやいや、スト2の世界じゃそんなことないよっていう、ね、ないですね、ちょっとね、こっからイベント目白押し、11月多いですよね、本当に小物道もありますし、はい、小物道もあるし、まあね、イベント、式深谷対戦会もありますし、ありますし、しかもビッグイベント、そうですね、関東だけでもそれですし、まあ、はい、ね、関西中部等もいろいろやってますので、あ、そうですね、はい、もう本当にすごいです。今かなり激アツですね、ですね、はい、なんでね、まあイベントは結構その初心者ね、結構ウェルカムな雰囲気半端ないんで、はい、もうどんどん来ていただければ、はい、そうですね、スト2を触ったことがないそこのあなた、そこのあなたそこのあなたに触ってみようと、触ってみようって、はい、我々もね、最初だけは優しいので、はい、最初だけは優しい、最初だけは優しいです。でもこいつ大丈夫だなと思ったらかなり厳しくなりますんで、はい、ね、すごいビシビシやっていきますよね。本当になんかすごい雑な実況で大丈夫かな、本当来週の動画残るらしいので、ちょっとね、はい、いや、まあでもこれがやっぱ四季の細道、こんな感じ魅力じゃないですか。だって山本さんのマイクなんてもうすごいじゃないですか。そのマイクなんてもう、はい、あれは四季以外見れないですよ。バーサスにもないし、もうなんかね、エクサーにもない。幸いにしてその、はい、なんかね、そんなに動画勢の方も注目してないのかね。いや、こんな雑なでも叩かれないですもんね。あれです。ネットでその誹謗中傷を書く人はごく少数なんで、はい、いいなと思ってる人が多数派なんですよ。なるほどなるほど。要は黙っそう。じゃあその。だからネガティブなこと書く人の目に止まってない、止まってない、ラッキー、止まってないです。てか大多数の人間が、あ、山本さんのマイクっていいなと思ってるはずです。そうですよね。はい。あ、コメントよく見えない、ここからだと。あ、そうですね、そうなんですよね、アニコレ増え、そうですね、アニコレ、はい、てかまあ増えるんじゃないですか。だってウルツーの時でもかなり増えましたね。かなり増えたじゃないですか。はい、言ってはあれですが、あんまり XA が好まないような。そうなんですか。ウルツーはまあ面白いけど、はい、っていう。あ、ウルツーはまあそうですね。いやでも疎通のね、知名度をやっぱり一気にやっぱりまた再認識させられたゲームとしては大成功じゃないですかね。確かに。しかもからのアニコレみたいな追い打ちをかけるように。確かに。はい、もう本当に畳みかけるようにね、投げはめみたいな、すごい。ああ、なるほど。もうあまりいいイメージがない。メインキャラじゃないですか。そうですね、メインキャラ、投げのループみたいな、投げのループみたいな。はい、今後もガンガンねはめていきたいんですけどね、この調子で。今一つかなり熱いんで、ぜひそうですね、ゲーセンにまあデートな式でね遊びに来てください。デート式にも来ていただきたいですし、もうね他も深谷もバーサスも大山ニュートンも、ニュートンさんも木曜日やってまして、僕昨日行ってきたんですけれども。あ、そうなんですか。はい、かなりいい環境なんですが、残念ながらやっぱりそのちょっとまだ知名度的な問題なのかなんか、そんなには人来てないんで。そうですね、もりもりできますので。いやでも本当に木曜日のニュートってすごい人来てるんですよ。やっぱりちゃんと中島さんとか川俣さんとかグチさんとか来てるんですよ。そうなんですよね。名だたる強豪とねいっぱいできたりとかしちゃうで、こんな機会めったにないんで。これ本当にあれなんですよね、なんか腕の差とかがあるとちょっと申し訳ないってなっちゃうのも分かるんですけど、はい、もう気にせずにもりもりやった方が。そうですね、だからなんかやっぱあれじゃないですか、やっぱ以前やってたように初心者講習会みたいなの開いた方が良くないですか。初心者講習会、はい、以前山本さんが下赤塚アーシェで初心者講習会やってましたよね。その時、はい、結構人来たんですよ。はいはいはい、5人とか3人ぐらい、5人から3人、はい。なんかそれなんか身内で飲んでるっていう感じはしないではないんですが。いやでもなんか本当にツイッターで見て遊びに来たんですけどみたいな人もいたんですよ。なるほどなるほど。はい、そのなんかだからそういうの大山ニュートンでもやってみたら意外と来るのでは、しかもその講師は川俣さんだったら来るのではみたいな。川俣さんだったら確かに。一つ今塾講師といえばやっぱ山中さんとか伊佐治さんがね、もう塾長言われてますもんね。はい、いくらでも塾長はいるんで、はい、塾長何人いるのっていうぐらいいるんで。そうですね、そういうイベントもねすれば盛り上がるんじゃないでしょうか。山本さんがストツーを教えてるっていうのがなんかちょっと意外というか、こう教えちゃうのみたいななんか感じもなくはないんですが。川本さんが、いや山本さん、山本さんが、はい、でも山本さんは、いやその面倒見のいい方だとかは思うんですけれども、その一つ教えちゃうのっていうのはちょっとなんか。いやでも本当にあれですよ、ここがパンチでここがキックでみたいな、そっからこの技はこう出すんだよみたいな。なるほど、波動拳のコマンドみたいな、階段の1段目みたいなところ、まずそっからですからね、はい、をみたいな内容でした、その山本さん。なるほどなるほど。はい、でもすごいやっぱりいやでも本当に初心者でも本当に一つできてるんですよ。はい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 。見てるとすごい面白いかったんで、全然遊べる初心者も。なるほど。はい。やりたいね、そういう講習会とかやるとね、すごいまた盛り上がるんじゃないでしょうか。なるほどなるほど。じゃあ今日はこの辺で。お、コメント。太平さんに配信しろって言うしかないかなって言ってるんですけど、太平さんって大山ニュートンのサードのプレイヤーの方ですね。はい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 。今は外流を練習中らしくて。そうですね、あの人。そうですよね。ではバーサスにも来ましたよね、太平さん。いや本当にでもなんかスト2触ってるね。人はね、ぜひいろんな人にねシェアしてほしいですね。そうですね、なんか、なかなか、楽しいし、そんなに最初のハードルはそんな高くないんじゃないのかな。いやこれスト5に比べたら敷居全然低いと思いますよ。そうですね、はい、途中から多分きつくなると思うんですけど。いやそれは何と一緒ですよね、それはね。でもそれはもうただの経験値とか知識なんで、システムじゃないんで。そうですね、システムに複雑なところはないのかな。ないまあないなくないですかあんまり。そうですね。てか分かりやすいじゃないですか理由がスト5とかに比べると。あ、なるほどなるほど。ゲージ4本、ここでゲージ2本使っちゃダメでしょみたいな、そんなややこしい話はないですね。ラウンドごとに仕切り直しなのでそこは確かにはいですよね。はい、まずは50円から。確かに50円で2回遊べちゃう、安い。はい、じゃあこの辺にしておきますか。取り留めがないので、だからありがとう、長寿君ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ来週100回なので、みんな来てね、見てね、みんな来てね、良いお年を。お疲れ様でした。はい、お願いでした。セロテープでした。